相撲を取ってやろうと。ね。ということで、はい。横須賀市。横須賀市まで。横須賀、横須賀。たけしが運転してくれてる。私が、17年間住んでんだ、横須賀へ。ね、横須賀に。いざ横須賀。はい。ね、でちなみに何取り行くんですかね、今日。ここでもう 言っちゃっていいの？いや、ダメですね。言わないわね。なんかね、ちょっと大きな食パンがあるって聞いたんですけどね。そうなのよ。大きな食パンがね、食パンがなんかね、なんかあるというお話を聞いて、うん、それを取材しに行きましょう。取材にと、ね、今回これまた車にはちゃんとこだわってる、関わってる話なんで、まあ、今回あれですね、カンチランド企画第2弾。2弾なの？2弾ですね。あのベンツとベンツが1段で、ね、カメラマンいるし、今日は2段。今日は女性もいるし、車遠足だ、遠足だ。そう、遠足遠足気分で、はい、うん、そういうことで、まあ今これはちょっとね、あれですよ、これ反転どういうのっけ使い方覚えるよみたいな使い方覚えてないからね。反転はね、この上の方でタッチしてどっか反転にあったんだよね。反転がね、わかんない話したら、反転どういうのっけ、これか、わかんねー、どこだっけこれ。そうですね、ちょっとね、もう酒も入ってるし ね、どれでもよかったと思う。いいんですよね、とりあえずここで、この間私が夜中走った朝比奈峠の方に今向かってます、はい、ね、反転したいですね、ちょっとね、反転ね、どんだけね、全然取れないでしょ。そう、5年とかあったよな、スイッチの。どんだっけ、これか、なんで消えちゃうの、これスイッチがスイッチがあれ、わかんねえもう一回テイクワンテイクツー、一回切っちゃったんですね。一回消して反転しました。ね、この間夜中走った総武隧道というね、あ、総武隧道ですね、歴史の古いトンネルです。これ中があれですよね、栄区、鎌倉市、横浜、ね、金沢区バサバサ、横浜と鎌倉のね、境目に、ね、いや、金沢区もね、そう、このトンネルの中にあるんですよ。なんか3つ、境がある。そう、うん、金沢区って出てきますよ ね、両サイドでね。そうそう、これ通って、もうちょっと今暑いから上着脱ごう。はい、どっかね、よいしょ、どっかね、暑い金沢区、ほら、金沢区、ありがとう。はい、金沢区、3個も与えて、はい、抜けました。はい、そうすると、ね、この間行った、はい、この朝比奈峠のね、はい、信号。今日はね、この間は右曲がったんですね、そう、これをね、夜中右回ってね、右曲がって今日は高速乗っちゃいましょう。高速乗っちゃいましょう、ね、横浜横須賀道路、そして横横道路、横、ね、なんか横はちなみにで日本で2番目に高い高速道路と言われてる。昔は1番だったんだけどね。小泉純一郎が作っていただけたという、作ったという噂を聞いておりますけど、はい、うん、ね、今日なんか珍しいビール買ってみた。桜ビールんで、これこぼしたら怒られない。やめよう、大丈夫です。桜ビール、札幌の桜ビール。そうだ、これね、ええ、デザインが可愛いよ、これ多分札幌の桜ビールとかずっと言ってたら、札幌からオファーが来るかもしれない。狙いすぎだね、タケシ。もうね、はい、じゃあこれね、横道路ね、はい、朝比奈インター、はい、突入しますよ、突入、ね、ほんでね、横須賀に今から向かってみますね。横須賀もここからでは近いですからね。近いよね、ここね、15分ぐらい、本当ね、あっという間に ね、着いちゃうね。はい、 ETC 入ってる、ちゃんと、あ、ね、カード入れるの忘れてた、大丈夫です、ピピピ、カード操縦されてません。ドーンと、やめて、怖い、あ、よかった。今 ETC でもバーもね、なんかボヨーンってなるみたいですけどね。あれ、誰かこれぶつけてたらバーンって、昔ね。ということで、横に乗りますよ、はい、はい、じゃあこの加速車線で加速してくださいね、十分加速してくださいね、軽でうなってますもうね、ハイブリッドうなってますね。そうです、ね、これ今日の車はスズキのワゴンある、快適だね、ハイブリッドですよ、スクラムとは違うね、快適快適ね。
がね悪くてねちょっと残念だけどね、でもまあ、相手方にもね、あの一応お願いしますって言っといたんで、まあどんな食パンが出てくるか。その食パンはね、あの今時流行ってるなんていうの、なんとかパンダみたいな、ちょっとあのね、あいつ派手さはない。派手さは、ね、地味、とても地味。今食パン、生食パンがね。食パン流行ってんだよね、なんか今度できたね、あの新しくね。あの お船の笠間にできましたね、まさかナンパというお店が。そうあったね。これもまたオファー来てますね、これね。うちを取材しろと。あの、いや並んでたよ、行列してたよ。あの、よく見ると、まさかナンパで、パンナ、笠間なんですよね。笠間パンナなんだよ。あ、そう。まさか。あ、そうそう、あ、笠間パンナか。そう、そう。パンナな、笠間逆から読んでみたら、なんかあっちこっちに今作ってるらしいね。そうですね、生ショッパー。凄腕プロデューサーみたいなのがいるんだね。生食パンはなんか生クリーム入れればできるんですかね、なんかね、なんか俺パン作ったことねえからパン焼けばいいんじゃないの、なんか、まあ、そういうの焼けちゃんとね、発酵とか発酵とかいろんな、ね、あるらしいけど、パンはパンでも、今日のパンはちょっとね発酵どころね、すごい手間がかかったパンだからいくらかかったパンなのでしょうか、ね、あれそれを詳しく聞いてみましょう。あ、そうですね、一応ね昔少しかじりで聞いたんだけど、はい、結構なあの材料にもこだわってて、あのそのこだわりの材料を使って作ったというものなんでね、まあ、 あのこれはね期待してもらっていいと思いますよ。なるほど、うん、あの実際見たけどすごいのよ。そうですね、すごいのよ。私は画像だけ見させていただきました、すげえパンですね、まあ、これね、すごいんですよ。で低速車注意ですよね。あ、低速車前方に、前方低速車あり。そうですね、右に進路変更せよ。右でここ含めいますからね。危ない、気をつけようね。今何ですかね、この通り黒のマーク X かなんかですかね、覆面ね。あー、マーク X ね。クラウンじゃないんだね。あ、クラウンなのかな、わかんない、ね、でこれで一路横須賀インターですね。横須賀インターで降りますので、ね、はいはい、あの新しくできた道は知ってる？なんか横須賀インター。知ってます。横須賀インター降りて衣笠インターまでつながってる道はなんかまっすぐずっと行くんでね。まっすぐ、そう。できたね。そっちの方にね。もう知らなかったんだけどね。あれもなんかあの私の情報から行くと、誰かが作るのを拒んでたとかね、なんかあの今までずっとね、繋がってたからね。理解で、そう、繋がってた。これはね、あの俺もこれあのたまたま、スクラム取りに行った時だ。あ、スクラム取りに行った時に、その道初めて通ったの、はいはい、あの会社の仲間に、ね、受けてってね、そう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 。でね、行ってみたんですよ。あれはね、かなりあの前まで横須賀住んでたんですけど、寿司タウラですね。寿司ですよ、寿司石原裕次郎とか、ああ、寿司マリーナ、寿司マリーナね、そう。確かあの裕次郎さんのあれがあったね、記念碑みたいなのね。ああ、はいはいはい、はいはい、あったあった。加山雄三も寿司ですかね。ヨット違うんだよ、昔。あ、ヨットはクルダ、江ノ島だね。江ノ島、甲信丸江ノ島、燃えちゃったあれは今伊豆で燃えちゃったね。伊豆で燃えちゃったでも昔江ノ島泊まった時見たことあるよ。でかかったけど、どうですかね、あの船がね、はい、で寿司インターを通過してもう次で降りるでしょ。次で降りますね、はい、じゃあとりあえず高速降りる前でこれ撮影しておこうか。そうですね、雨注意ね、雨注意ですね、雨ですかね、雨本当でも山だらけですね、横須賀ね。ここのね、道路はね、山切り開いて作ってるからね。まあでもこれ便利だよね。いくらね、金額が高いだなって、結構ね、あのみんな使ってるもんね。いや、まあ横須賀住んでた私から言うと、この道か、国道16号しか、ない帰る道がない。ない。あと海岸線がね。海岸線。ね、その選択肢は3本だね。3本しかない。地元民じゃないともう裏道がわからないと。わからないね。で、大渋滞するっていう。僕は走れないね。そう。まあ、元たけしや横須賀市民だから。そう。
横須賀市民で、あの、今日ボロ、ま、某、あの、白猫卓球配送みたいなやつだから、あと、道は、すごい雨が降ってきちゃったやんか。降ってきましたね。こっちの方が晴れてるはずなんだけどね。はい、落ちた、落ちた、ワイパーね。そう。で、まあ、走行行ってるうちに、あの、横須賀葉山インター。これ降りんの？そうです、これ降りる。了解。これ降りる。じゃあ、これ降りてね、あの、ちょっとまた、食パンまでちょっと、下道で行きますね。はい。まあ、下道はまた面倒くさそうなんで。まあ、このじゃあそうです、ね、料金所定座一回切ろうか。そうですね。で、録画時間はね、何分これ録画につきだから、8分ぐらい8分半ね、ええ、まあ、じゃあこれちょっと1本これでね。そうですね。じゃあ次のね、ええ、いい、現地着いたらまた、これやっつけ、ボロい携帯だから、これ反転できりゃいいんだけどな。できないね。うん、反転できね、できりゃいいんだけど、まあとりあえずこういうことで、ひとまずこのじゃあ、そうですね、この動画は次はじゃあ現地から食パン見に行くよ編は、じゃあ、はい、これにて次回の動画、ピーポー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 ピーポ